油断は禁物だ。 楽に越したことはねえ。
心が安らぐ。昇進してみせる。今日はどうするの？また来てね。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。どの任務を引き受ける？またいつでも来い。ちょうだい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。何を作りたい？また来てくれよな。最後に勝利するのは俺だ。休息も兵士の仕事。訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな。ようやくこれからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配。だから俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。
なんだよ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。やれやれ。生きて帰って初めて一人前だ。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。
君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ一緒に可愛い子を捕まえよう。負けねえ。頼んだぞ。よろしくな。任せて。ハンジさん頼みます。わかったよ。拠点の設営予定地点に巨人がいますか。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。し、倒せたら行ってやれ。頼んだぞ。よろしくな。わかった。やっと、やっくっ。さあ、拠点の設営が完了しました。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。くっ、負けっ。こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ。お前も大変だな。負け。あっちに強い巨人がいるのかな。できたぞ。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。やっと、やれるか。やつは捕獲対象じゃないよな。頼みます。了解。まだ。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。あっちに強い巨人がいるのかな。エルドさん頼みます。やるんだ。また巨人を生け捕りにするなんて。よろしくな。任せ。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。よし。引き続きお願いしよう。お願いされても。ああ、負けー。エルドさんお願いします。ペトラさん頼みます。了解。いやー、捉えた。やっ、倒れたな。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。やれるぞ。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。了解。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。巨
拠点。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。さあ、お願いします。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。やがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。ハンジさん、頼みます。やれるぞ。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。逃げたりしねえ。エルドさん、ハンジさん、拠点の設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。あの子も排除でいいや。ハッと見せてやれ。よし、負け。ペトラさん、頼みます。了解。わかったよ。倒せたな。し。よし、これで拠点を設営できた。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。軍隊長、興奮しすぎです。掃除した。やれるぞ。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。頼みどれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。捕らえた。時点で拠点の設営が完了しました。そこからは俺も同行する。次は気をつけて。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、舞台は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。
それを活用して捕獲に挑んでくれ。シッシッ負けーなーペトラさん、お願いします。分かったよ。どうした。ハンジさん、頼みます。分かったよ。やれるか。了解だ。巨人に狙いを定めろ。この装備を使って捕獲するんだ。行ってやれ。ワイルドな新兵がいたものだ。やっ、倒せたな。拠点を頼むぞ。状況を見計らって確実に捕獲するんだ。負けー。ハンジさん、頼みます。了解。連れて帰るからね。副隊長、落ち着いていきましょう。エレン、まだいけるかい。助かりました。次はどんな子に会えるかな。すごい動き、ついていかないと。できたぞ。ハンジ、いい加減にしろ。バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。新兵のことなんか見ちゃいねえな。すいません、リヴァイ兵長、もう少しだけ分隊長にお付き合いください。やったぞ。
失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。やったぜー！4メートル級捕獲成功だー！おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。いける。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。エルダさん、頼みます。すげえだろ、あのクソメガネ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。
分かったよ。逃げたりしねえ。よし、だが突っ走りすぎるなよ。しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。分隊長、これ以上は付き合わねえ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。もう一体とも思ったけど仕方ないか。
最後に手ごわい奴が出てきたな。従ってやるよ。やれるぞ。今へ変更お願いします。了解だ。落とした。ハンジさん頼みます。了解。この作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。拠点を頼むぞ。負けyes!
りだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うん、うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、軍隊長。Thank you.